お疲れちゃんスラッです。今日はですね、こちらいちこす4倍シリーズ三重四エリポン編やっていきます。というわけで久々のね、いちこす大量系をねやっていこうと思うんですけども、まあ、シンプルですね。はい、三重四エリポンでゴーストユーノ入れてるだけです。はい、ただそれだけやっていきます。はい、というわけで、まあ、新環境がまた来るので、新カードがね、モンクとフェニックスも出たらちょっと大量系もねまたたくさんやっていきたいので、はい、久々にねこの1コスゲーをやっていきます。さあ相手はナイトとスケか。でマジでこの一件は本当エリポン無限に置くだけなんで、まあ、それ以外何もしないっす。はい、エリポン置いて、これディガポイか、もしかしたらポイズンがダラーン。そうっすね、あナイトアチクイディガポイいいっすねこれ。まあ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 、エリポン置いて置いて置いておきまくって三重四無双かな。さあまあでもこれちょっと厄介ですね。まあ、ポイズンなんで三重四がすぐ行かれるわけではないんですけど、なんかアチャグイもいるんですよね。アチャグイ大砲なんで意外と嫌な、うん、高回転だしね相手。一応拾って。うん、いやーゴーストがちょっと圧着に強い。でかい。あと圧着いい1コスでいっぱい、これ早めによいしょ。さあ美味しい。そしてなんと1コス4枚でリポンきます。僕はエリポン1コス4枚、エリポン1コス4枚。さあこれは無限ループしていくと、相手がめっちゃ高回転なディコポイなんですけど俺の方が早いっていう。さあまあこれはもう無理っすよね。あんなん守れないですから。さあでここでできるだけ1コス、できるだけ1コスでサイリポンオフマジでオッケーオッケーオッケー。いやいいぞ。相手がロケとかだったらねもっといいんですけどね。あとまあ呪文もないんで最後の削りがちょっとだけ弱いが、まあほんのちょっとっす。え、やば、完全無視っすねエリポンはもう。だがしかし渋いことに間違い、え待って、強すぎ強すぎ、あっちくえ、ちょ待って、やばい、なんか下ってる。いやエリポン2個にさポイズン打たれるのやつよね。なんで三重四にポイズン使わしてエリポン見てきた。いやここはもう我慢ですね。一旦我慢の時、お願い1コスで受けて、あー打っとがらない1コスか。うまい、うまいな。さあで拾う、拾う方法はいっぱい。やばい、じゃあ圧着が強すぎてやばいっすね。エリポン右置きたくないしな、こうなっちゃうっす。頑張れ、強い。いやーなんかちょっとずつ流れが来てそうな気もするんだけど、相手が鉄壁すぎてあんま関係ねえかな。いこいつ、ワンチャンありそう。さすがに左にウッド使うだよな、だよな、だよな。いけ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 、もうお前ら行くしかない。マジであのエリアドの暴力行くしかない。行かなきゃもう勝てない。お願いウッドやめて。あーこっと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 、いけ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 、お前ら頑張れ。待って、今更左攻める意味みたいなとこあるんですけど、もうちょっと、よ、左攻める意味ある、待ってマジでお願い。あ、まあ、あちくいやれ、ずる。あちくいマジで。結局なんかチャンピオン最強あちくいなんでね。あ、相手、あの、スキル使えてね。はい、右行く左行く、さあ、両方行くよ。両方行って、両方行って、1コスいっぱい添えて、コストが消える。コストもう一回、コストもう一回。うーい、さあ、これよね。あの、エリポン三重四といえばよ。
もうこれなんでね、はい、エリポン行きまくって耐えて耐えて耐えて、さあ最後にねエリアドの暴力、よし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 、今完璧ですよエリポン。はい、さあお願い、呪文なかったら幸せです。うない、あーあるんかい、なんだったんだ今の間は、悩んでました。さあでもライトニングなので1ヤード取れるのかつ回転速いです僕。まあロイだったら渋いっすね、ゴーストの。これちょっとウッド使ってほしいんでね、こんな感じであのLSP の前に、はい、緊急度されたくないんでね。そう言ってよし、さあ冷静に冷静に冷静にぶっ破していこう。でもう一回入れ込みたいですねこれ。あーマジで高回転ロイですね、これめっちゃ渋いんですよね。なんか一番ついてるのこの高回転ロイに負けたんですよね。なんかめっちゃ許容されると怖いが、あの今んとこ悪くはないっすよね。さあマジでどうしよう、ライトニング行きます、もうこれであのやるしかないです、はい、これでやるしかないね。うまい、いやでもめっちゃ入ってめっちゃ入ってマジで入ってる、え思ってる100倍入ってる、めっちゃでかい、え待って、でもあれ世界一削れん、あれワンチャンライトくる、もう一回リポン置いておきます念のため。いやー延命熱いのと1個捨ててくれたのマジででかい。さあもうこうなっちまえばあのもうゴーストラム何たおるねんっていうやつですね。さあ耐えましたね、本気的、いやエリポン強エリポン強、まだ1コス4枚でマジでエリポン回るのがマジでいい、なんかね普通に強いこれ結構遊びなんだけど、なんか冗談抜きで結構戦えるっすね。呪文がないんですけど、みたいな。あら、まあ。お散歩。お散歩は大事やで、お兄さん。マジでやばすぎ。一生、あ、やばい。一生なんか歩いてる。さあ、で、なぜかもうエリポンが回ってくる。これ、エリポン置きたいんで、あの、エリポン置いてから、1コスで。これなんかやばいかも、エリポン1234567 8個ぐらい置けるかもしんねえな、相手呪文なさそうだぜ、だってこれ来たろ、あマジやばい、普通になんか嫌なんだけど、あ言うの3万円これやべえな、絶望だぜ相手、無理だろこれ、変だかこれに、君急げ急げ、エリが漏れちまう、いやーもうできるだけ1コスで回したいですね、ゴーストすらも出したくないっていう、でファイスピア火力強いんで、あーマジで結構怪しい、間の出来もなんかなんかっていうかもうなんか相当やばいっすね、もうヒースピー、え何これスパーキーなのかワンちゃん、いや説あるなこれ、ピピピ、いやスパーキー説あるぞ俺、ここに来て、おおスパーキーだ、トルネズアップワンちゃんファイブ、
マジここに来て判明、スパーキーっぽい。いや今ただのあれなんかな。いやマジでわからん。ただのやべ、ただのチンパンマジで。よしよしよし、準備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 。まだまだ自分から攻めるのはね、あんまもったいないんでね。さあ儀式の準備を、儀式のエリアード地獄の準備。さあ痛い痛い痛い。さあまだ我慢、甘えるな。甘えて解放した時に解放できなかったら負けちゃうんでね。さあ相手、それ無理だぜ、ちょっと申し訳ない。やべえ、解放する前に終わりそう。マジでマジで、マジで、あ、受けないんだ。さあ来ました。まあさすがに30出しとくか。一応こっち打ってスパーキー。あれ？エレスピ最強説あんな俺。解放するか。お。ああ、ああ、やっぱ完全燃焼せっかくあんなに頑張ったのに、あんな頑張らんでよかったよなっていうさ。まあ、スパーキーとかにはちょっと強いのか、わかんない。エリポンが強いだけか。さあエンジェル7。あー、キング起動は嫌なのでレスピ避けたくないけど。お、あー、ホグか。ホグとかやばいっすね。防衛鉄壁なんでね。キヤキヤか。わー、あ、やばい、こういうのやばい。やべ、マジ今の見なかったことにしてください。うーん、ちょっと待ってよ。プリンス強化。エリボン、一旦でも刺されそうだな。いや、ザッパったら渋いな。ゴブリンバレルもあるみたいな感じやね、お兄さん。さあ、一旦置こう。置かなきゃマジで始まんないんでね。おーい。メガナイトワンチャンってもおかしくないね。メガナイトプリンスホグみたいな。30し固められれば強そうだけど。うん、完封できないのか。あ、イチコス頑張れ、イチコス頑張れ。おっ、うん、いや許容します。うん、いやでも呪文マジなさそうだな。やべ、俺もねえんだ相手も呪文ねえんだけど俺もねえかった。ゴーストこれ残る。うわー、あったけー、ヒースピ。さあ我慢だ。それがあっても我慢ゲーなことがわかるよ。守したい。ゴーストの残れ、熱い。メガネとか、うーん、来ない。隠して、あったけ。ヒースピめっちゃあったけーな、さっきから。おっ、さあホグがでもちょっと安っね。やっぱ一発も一回入っちゃうってなると。お、あったけ。さあホグ来たらちょっと怖いな。おお、そんなカードあったんだ。おお、そんなカードあったんか、お兄さん。メガナイトねえな、じゃ。そろそろ、儀式。解放の時。はい。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。やばい、待って、突進やめて。ハイスピー代わりに。やばい。ひれ、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 ひれ。よいしょ。もう解放の解放の時、解放の時、はいはいはい、はい俺がいじめです。はい、ただのいじめです。いやーマジでやばいな。マジで強いかもしれん、マジで強いかもしれん、これ本当に。マジでなんでエリポンか、エリポンが犯罪を犯してる。
まあ、あとイチコスのこの優秀さが物語ってるっすよね。イチコストっていうのと、あとはこのエレスピの範囲、スケの受け、ヒースピの回復、ファイスピのダメージ、もう全てが全員2コストにしちゃえよ。あー、ザピオくんか。まあ、ロイか、新エンタルブか。まあ、ロイか。ああ、ロイっすね。まあ、ロイこれな、結構もうマッチングしたんで、守り方を意外と覚えました、僕。はい。よいしょ。はい、テレポンあります。よし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 。ああ、いい、ギャングの受け。これ、落下スライダー来るか？ギャングドリドン使って。あ、ライトニング！あ、今でもライト使ったんで、マジでコストやばい。5ワードぐらい取ってんすけど、どうしよう。もう一回エリポン置いて、次に委ねてもいい気がしたな、俺今。いや、エレスピだったかな？キンキドちょっと嫌だったんですよね。よしよしよし。さあ、まあ、ライトなんで、30周も固めようぜ。セパレートしてもね、多分あんまり見ねえ気がしてきたな。これ来ねえかな、ロイジャイ。まあ、いいや。あ、いい、これ欲しいな、これ。飛来神がね、やべえ。お願い。マジでやめて。お、ゴーストいけ。あ、でも、お？ライトニング打たない主義。打たない主義だった、お兄さん。お兄さん。打つんかい。お願い、キンキドやめて。まあ、ライト打ってくれたら打ってくれたでリポン置けばいい。まあ、10コストなっておくか。さあ、問題は相手の結構鉄壁なんで、俺が突破できるかどうかっちゅう。なんか来そう。まあまあ、これ、いいんじゃない？おとなしく受けて。こう相手ミスってる。今マズネク？なんかマズネク飛んだよな。気のせいじゃなきゃ。いやー、30死にだけ打ってるっすね、しっかり。いや、天才か？ファイスピ投げただけなんだけど、一旦行こうぜ。ラッシュラッシュ、フィーバー。あー、巻いてくるし、そう、それってことはライトニング打てないでしょ。ライトニング打てないでしょ。ウッド使ったっしょ。レッツゴーレッツゴーフィーバー。絶対止まんねえかんな、これマジで。はい、ギャング気持ちよ。マジでこの環境ロイボコボコにできるのやばいな。マジでやばいね。ファイブだったら別にセパすればいいだけなんで、あと1本もっと詰めて。あれ、無双タイム来てますな、これ。さあ、寿司師さん。寿司師。お寿司。ピッコロさんなのくそ。なんか、特徴的っすね、名前が。クランも。うん。アイスウィザー、チエンスケラっぽいっすね。さあ、チエンスケラか。まあ、よくはないっすね。スキキンだと、やば。結構くんな。やばい。え？橋前、強っ！終わりました。これだってもう、通りません。鼻くそ強っ！ちょっと待てや。え、マジで強いんだけど。これポイズ打たれて、あと一生墓石スキキンアイスイズで守られて。なんか独特っすね。いやー、マジか。前スケキンスケラーいて、チャチ言うの出せばよかったわ。そんなことなんだ。
島助いいんすけど、あんな入るか、橋間いいので止めりゃよかったかな。ゴーストか、やべえこれ。まあここで三重四チュチュチュンのワンチャンみたいな。スケキンのソウルコールもうたっぷりでしたね。ね、マシマシ鬼マシマシやったな。あ、これでもヒースピだのワンチャンで一応世界変えれるけど、スケキンが強すぎるんだよな。あー残んなかったっすね。あと2倍タイム入っちゃったんで惜しいな。さあ終わりです。遅延スケラか、なるほどね。エリポン貯めたらなんかワンチャンありそうだったんですけどね。2秒でたぶん2秒でおられた。スケタは頑張ってもらって、いやー残り30秒でリポンク男。そう、我が名は。うん。危ねえ危ねえ。いろんな意味で危ねえよ。ふふふ。マジで。やめてくれ。いけいけいけ。次つえ。さあ、これは2秒で決着がついちまいましたね。エリスピーめっちゃ強いんですけどね。スケラのスケラって何体出るんだ今。スケラ16体ぐらい、17、18ぐらい出て、もうちょい少ねえか、13ぐらいか。まあソウルコールが16、17ぐらい、まあ、30体ぐらいあるわけだからな。20体ぐらいは処理できねえのか。まあ、そう考えたら納得、アフレ大盛りスケルトン。よいしょ、エリポン来ます。いやマジでこの流れがいい。これだって実質初手エリポンみたいなもんですからね。初手になくても1コス4枚で絶対回せるっていう、8番目にやっても絶対回せるっていう、そういう意味でいくとマジで初手エリポン確定デッキ、ポジティブすぎ。いやーちょっと一回これもうロイでファイブを使ったんで固めちゃって、で適当に任命して、まあファイブを使ってくれたら美味しいしみたいな。あー打ちそうだな。お、エイムが、あなたエイムが、ほっ、あーエイムが、やばい、ナイスクネームが。さあファイブを使ったんで置きたいですね、ちょっちゃいリポン。さあこれ先ほどやったロイジャイマザネクザッピーのライトではなくファイブ型と。いやーここで来たら結構渋いな俺でも。来ません。はい、トリトいないんで次防衛楽っすね。ゴースト U のスケルトゥド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 ゥって大量に出していけば守れそう。うん、うん、まあ三重子出さなきゃさすがに。ファイブって打ってもらっていいみたいなとこあるんで。やべえ俺のこのスケルトンが。いやでも意外といい。ああ温存ね。おそれヤンキーじゃない、この虫いるよ俺ユニットまだ。ああそういう感じ。なんか悪い方に噛み合ってんな。これでも行くかも。ちょこっとだけ。いやでかいでかい。いやーもうちょっといい感じ。ちょっと怖くなってくるよこうなってくると。いやーなんで
おい、ふざけんな。両方ともマジで見るやん。あ、落ちてくれ、マジで。きっちー。これ、やばい。危ない。いや、熱い。危ない、マジで。あとちょっとやん。ちょっとやん。いや、これ、ギャング？ギャング、いや、マジで。お願い。あとちょっと。一発。危ねえ。さあ、呪文がねえとな。もうあと100が。あと100がマジできつすぎるが耐えていく。ワンチャンぞ、ワンチャン。あー、なんか強そうだな。 PPF さて何の略。ペンパイナッポーファンタクスティックベイビー。何も出てこない。マザネクやめて。マザネク？ちょ、待って、同じか？君、待ったロイか。まあ、それだけこの、マザネクロイが今強いってことですね。本当に。まあ、マジで強いんですよ。いや、これももらったグッドゲームだ。そんな甘えたファイブをしてるようじゃね、ブラチャに12勝させてあげられないね。そんな甘えたファイブをしてるようじゃん。重ねちゃうエリポン。いや、あんなのにファイブ打ったらダメですよ、皆さん。本当に。打って何か変わりましたか？ユーノとゴーストの防衛をサボっただけです。よいしょ。はい。アイスピッツよ。ユニット出させて。さあ、右と、左と、どっこいしょ、どっこいしょ、どっこいしょ。いやー、スケキンがちょっと強いですね、マジで。お、危ない、エリスピ裂いて。ちょっと危ない。防衛うまいな。焦るじゃん。焦っちまうじゃん。いや、このエリポン位置よくねえか。あ、これ来るな。もう、来るやん。これ行くよっていう。来んのかい。来るやろ、今のは絶対。来んのかい。あ、ファイスピー許してくれないんですね。もう、ロイ来たらユンノスケです。二人とも。ああ。めちゃんこ。耐えるな。まあでも、それが正解なんですけどね、相手のロイは。耐えるのが。だから、相手の立ち回りは。正解ではある。やべ、このエリポン不正解か。怪しい、怪しい香りしてきてる。いや、言うてだ。やべ、これゴースト先垂れ流しでしたね。絶対10万逆。いやー、いいよ、いいよ、いいよ。いや、マジでこれ本気で強いっすね。あ、これ勝ったっしょ、もう。まあ一応まだ危ないって考えるならエリポン置くっていう。ちょっと危ねえか。やべ、お願い、まあ、お願い、マスケ、お前だけは引っ張られるな。あー、天才一コスだな、マジ。マジか、無限ループ、無限ループ。もうワンちゃんこういうところ突破されるぐらい怖いのは。無限ループ、無限ループ、無限ループ。あー、なんかビリビリエロい、今めっちゃいってる。あー、でもマズネクのカウンターが。ああ、でも、そんなかも。あれ？そうなんだ、甘えたファイブは。甘えたファイブは許しません。はい。いや、マジ、相性がいいのか、よくはねえと思うんだがな、もう。これがエリポンゲー。エリポン大好きです。さあ、楽しい。まさかのまさかの、夢が見れそうですね、これ。次勝てば、12。逆リーチかかってるけど。さあ、来ました。ギガリス。
所定リポ実質。あーお願いバルだけはやめてほしいです。おお許せる。これかな。いや、ザップゴレとかかな。一旦ポン足前ゴレ来たらもう矢の雨ザップゴレだと思って3視点か。あーいやー一応逆一旦やるけど、いや、ヤザップゴレだと思うんですよね。トルネーだったらちょっとめんどくさいなみたいな。おい、ヒースピが、ヒースピがサボった。ヒースピがサボった。遅かったかな。さあ、本当はね、ヤナメザップ来たとこヒースピでフル回復したいんですけどね。まあこれ全部1コスで無視か。ケツゴレ、うん、メガゴからのケツゴレをしたいんですね相手は。じゃあ言うのでどうでしょうか。あー守ってくるんですね、しっかり。はい、じゃあゴーストで守ってくるんですね、しっかり。いやー楽しちゃおうかなー。まあ、ジェリポン行った方が良かった気がするけど。ここでもう。いやー、何も来るかな。うわもうボゴボゴすぎるわこれ。さあヤザップゴレだったので相手はエリポンにも三重子にもかすり傷程度しか与えれないよの。さあまさかまさかの12鬼強か。まあでもなんかアイスケラーとかああいう感じでいい感じに攻められたりとか、なんかランバルーみたいなの引くとちょっと怖いかもしれませんね。はい、というわけでこちら三重子ね。ちなみにこの、まあ、今12しさ前にもう一回やってて練習いいのねえかなっつってデッキ作ってやってたんですけど、そこでも三重子で12勝したんで、あの多分結構強いさいこの三重子。皆さんもぜひちょっとねやってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。